旧制第二高等学校は1887年4月に宮城県仙台区に設立された旧制高等学校。略称は二校である。片平にあるレンガ作りの校門と石踏み最も有名な領下は秋吉寮の三子に水世紀だが同名の仙台陸軍幼年学校の曲とは戦立も死も全く異なる。また、 旧正高校では珍しく校歌が愛称されたが、作詞者が同校の大先輩である土井万水のためと言われている。卒業生により、第二高等学校、少子同窓会が結成されていたが、会員の高齢化により解散した。1927年頃の仙台市及び近郊地図。二校は北六校舎に移転し、片平校舎はすでに東北定大の高地となっている。 当時の仙台市電は、環状線、馬蕉の辻線、及び荒町まで敷いた長町線のみで営業。計画中の北仙台線は、点線で図示され、北六校舎の最寄り電停である北六番町電波、管理局前駅なども未設置。なお、建設中の仙三島線も、実線で図示されている。年、仙台城にあった陸軍、 第二師団と広瀬川を挟んで対岸に位置する片平町の旧陸軍商用地に校舎が完成。後に東北帝大法文学部設置にあたって校地を提供して1925年に北六番町に移転した。1945年7月の仙台空襲で校舎が消失した後は仙台市南部の旧仙台陸軍幼年学校の 校舎として使用されていた三上高校舎に移転。新生東北大学への包括後、三上高校舎は第一教養部、富澤文校として引き継がれ、1958年まで使用された後市内川内地区への統合移転により廃止された。設立当初の旧片平校地は東北大学片平キャンパスとして継承され現在に至る。校内には書庫及び、 旧物理学教室など二校時代の建造物が残る。東北大学正門の近くに、当時の位置に移設された二校の校門を中心にして、第二高等学校片平記念園がある。記念園は、小指導総会が1996年に整備した。校門は、校舎の移転と共に移り、廃止後しばらく私立博物館に保存されてから、最初の位置に戻った。また、秋吉良も、 見込一方に移転したものの建物自体は引き続き、東北大学の学生寮として継承された。旧北六高地は、新生東北大農学部のキャンパスとして継承され、現在に至る。同校内には、旧二校以来の主営書が、現在も使用されており、旧生二校関連のモニュメントが多数建立されている。ありがとうございます。